マイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーへゴールドディスクとして与えられたプラチナレコードゴールドディスクの一覧は楽曲の販売、出荷、ダウンロードストリーミング数に応じて与えられるゴールドディスクの認証団体と基準の一覧である。ゴールドディスクは世界中の国、地域で音楽業界を代表する様々な音楽業界団体によって異なる基準で認証されている。 標準的な賞では、ゴールドプラチナ、そして稀に、ダイヤモンドの認証が与えられ、いくつかの団体によりゴールドの会に、シルバーの認証が与えられる。プラチナダイヤモンドの基準を倍数で満たす場合は、マルチプラチナマルチダイヤモンドの認証が与えられる。多くの認証団体は、国際レコード産業連盟に加盟しており、iFP によって、国、地域を代表している。 p は57カ国の音楽業界団体が所属しており、59の地域で活動している。iFootP はいくつかの国では単に既存の認証団体が加盟しているだけだが、音楽業界が発展途上の国では単独でその国、地域の音楽業界の認証団体として活動している。また、iFootP が認証団体として関わっていない国、 地域でも独立した音楽業界団体がゴールドディスクの認証を与えている場合がある。認証団体はアルバム、シングル、ミュージックビデオ、マスタリング着信音に対して販売、出荷、ダウンロードストリーミングの数を集計対象にゴールドディスクの認証を与えている。加えていくつか認証団体は対象地域、ジャンル、曲の長さ、 フォーマットなどによって区分けした基準を規定している。表では、章の敷地の上段の数値は、国内集計の敷地を記し、括弧で囲まれた、車体文字の数値は、国内集計と国際集計で、敷地が異なる場合の国際集計の敷地を記す。集計は、敷地の集計対象を、認証団体が販売、出荷のいずれかを明言している場合にそのいずれかを、記す。 販売は、顧客が実際に購入。出荷はレーベルから小売り、卸売りへの出荷を表す。敷地は時代に合わせて更新されており、更新は記載されている敷地の更新された、都質記きを示す。認証の個別注釈は表ごとの下段に記載する。ありがとうございます。